眼科医の平本です。今日は目のためには寝るときに明るい方よりは暗い方がいいのか、で暗いと眼圧とかそこら辺どうなのかっていうことについてお話ししようと思います。いただいた質問、小鳥さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。眠るときは部屋を真っ暗にした方がいいのですか？多少明るさがないと眠れないのですが、眼圧に影響があるんでしょうか？っていうご質問です。結論から言うと、お部屋の明るさは、眼圧には影響しないです。なので、眼圧が上がる下がるとか、まあ、そこには影響しない。ただ一方で、明るさのレベルにもよって、睡眠の質って問題があるんですね。つまり、やっぱりあんまり明るいと睡眠の質が下がっちゃう。となると眼圧自体は上がらないけれども、あなたの体の回復が追いつかなくなってしまうので、そこは重要です。一方この方の場合ね、この方の場合は多少明るくないと眠れないわけだから、だから眠れないより眠れた方が回復いいわけだから、これ OK ですよね。一方で他のね、これを見てる他のあなたが明るくても暗くても眠れると言うんだったら、暗い方が基本的には回復にはいいと言われてます。当たり前ですけど、人間って明るい中寝るようにはできてない。もちろん月明かりとかね、そういうのはあったかもしれないけど、ホラー穴とか縦穴式住居とか、ああいうところに住んで寝てたわけじゃないですか。ってなってくると、基本的にはね、真っ暗で寝てたわけで、ここね、100年200年の話ですよね。こんな電気とか出てきたのって。なのでそれに体がまだ合ってないっていう現状があるので、基本は暗くした方がいいですけれども、暗くしたら眠れないだったら、全然ある程度の明るさはいいかなと思います。もちろん常識の範囲内になりますけど、今日の話いいなと思ったら、高評価ボタンを押してくださればと思います。また疑問質問ありましたら、コメント欄にもね書いてくだされば幸いです。よろしくお願いします。